上海軌道交通10号線は、中華人民共和国上海市を走る上海地下鉄の鉄道路線である。公共路駅から虹橋1号高段路駅までは、もともと空港専用鉄道、二次支線の一部である。別称を二次線という、上海中心部を北東から南西まで横断し、四縦三、横一間を構成する横路線の一つ。 除菊と航空区をつなぐ重要な路線であり、北東は洋北の新港湾城駅から、南西は上海公共国際空港を経由して経営、古高速鉄道の終点駅である、公共駅駅までを結ぶ本線と、龍慶寺駅から高中寺駅までの支線で構成され、全長3 6トル、全部で31の駅がある。2010年に開催された上海万博までに、 開通できるよう工事が進められ、一部区間が開通した。公共駅駅までの開通は2010年10月を予定していたが、実際には2010年11月30日から客扱いが開始された。第2期工事として、北東に上海外、高橋保税区まで延伸される予定である。上海の軌道交通路線は基本的に右側通行であるが、 本路線の虹橋1号交担老駅から公共駅駅の区間に限り、左側通行となっているため乗車の際には注意が必要である。ありがとうございます。